四骨湖畔有料道路四骨湖畔有料道路は1967年から1984年まで北海道企業局が運営、管理していた四骨湖北東部側に位置する有料道路である。後に無料化され、現在は国道453号の一部となっている。有料道路が整備される以前は四骨湖北西側に位置するポロピナイアマルゴマ温泉に 行くには船に乗る必要があった。しかし、四国湖観光を向上させるためこれらの地域と四国湖温泉と陸路で結び、かつ、北海道道512号札幌四国湖線と連携させて、札幌からの四国湖半の観光ルートを確立するため、道路を整備することとなった。そして、この道路は道路整備特別措置法に基づく有料道路として建設され、 整備に必要な費用は全額記載によって賄われた。営業期間及び料金徴収時間は下記の通りである。12月から3月までは通行車両が極端に少なく、また運営経費がかさむため料金の徴収は行われなかった。通行料金は下記の通りである。この道路は当初観光道路として利用されていたが、 次第に札幌と千歳、苫小牧を結ぶ産業道路としての利用が高まったことや、道路整備に記載した元利金の償還が完了したことなどから1984年3月末で有料道路事業は廃止され、同年4月から無料化して札幌市骨湖線の一部に組み入れられた。ありがとうございます。